短期決戦4日間シリーズでお送りしてきましたボートレースマナコのオレンジリボン運動支援競争創刊75周年記念スポーツ日本菊花杯。気温一桁、強めの北西の風、安定板を使用して行われます競争水面上は雪化粧の富士山も見つめるファイナル第12レース優勝戦です。コース争いに目立った動きはありません。まず1コースには1号艇絶好枠山室信弘、昨日も2走2連隊、今シリーズ安定した功績を刻んだ山室に流れも味方にして手にしたこの V 戦1枠、久々の V をかけての陰線となります。人気の中心、隣の2コース2号艇稲田浩二、直近の戸田尼崎は惜しい準優勝を続いているだけに、今度こその今年初 V になるか。センター3コース3号艇住谷健吾、シリーズリーダーの座こそは逃しましたが、ドル箱水面、ここの浜名湖とのプール相性と仕上がりを考えれば略州の V も十二分にありそう。本番ワックマン通り4コース、そして角1に4号艇中村雄介、初戦白星からここまで3勝ファイナル進出。5コース5号艇伊藤正義は前回戦に続いてオーラスも地元の意地を見せたいところ、サイアウト6コース6号艇宮田圭司、第12レース優勝戦進入内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。スローの3艇がコースタート、そのまま1周1マークです。陰先生1号艇山室、2号艇稲田が引いて刺す、3号艇住谷健吾がまくる、5号艇伊藤がまくり出して、そのうち4号艇中村雄介が刺してのバックスレッジ、まくり決まりました。3号艇住谷健吾独走スタイル、2番手争い4号艇中村、2号艇稲田、5号艇伊藤並走、12レース優勝戦スターター正常。1周2マーク、2番手争い内目から1号艇6号艇突っ込んでくる、刺していくのが4号艇中村と2号艇稲田浩二で直線、2番手争い内の方から2号艇稲田浩二、アウトコース1号艇山室、間から4号艇中村でレースは2周目に入ります。2周の1マーク2番手争い2号艇稲田浩二が真ん中から握って出る、内運ぶ5号艇伊藤、刺していく4号艇中村、1号艇山室は1番外、2番手2号艇稲田が抜け出して焦点3番手争い、4号艇中村、1号艇山室、そして内から5号艇伊藤で確定がスリットラー、これから2周の2マークです。2周2マーク3番手争い5号艇伊藤を回して、サチハンドル4号艇中村雄介、続いていく1号艇山室信弘、3番手4号艇中村雄介が現在のところ2停止半ほどリード、上位3番2番4番、ファイナル波乱の決着となりそう。これから最終周回の1マークです。3周1マーク3番手争い4号艇中村から回っていくか、1号艇山室、内この両者少々競って、外握っていく5号艇伊藤正義、アウトコース5号艇伊藤、インコース1号艇山室、もつれれば4号艇中村にもチャンスがあるか、それを尻目にトップ独走、3号艇住谷健吾、今年2回目、通算では75回目、ドル箱プールの浜名湖はこれで7回目の V ゴール、2号艇稲田浩二2番手、3番手争い1号艇山室が制しての3番2番1番、1着3番住谷健吾優勝ゴールイン、2着2番稲田、3着1番山室ゴールイン、後方5番伊藤、4番中村、ラスト6番の宮武がゴールインです。